木炭。木炭は、木材を蒸し焼きにし炭化させて作る炭である。冬の季語。材料の木材から、揮発成分を抜いたものであり、木材と違い炎が出ないか、もしくは少ない。炭化させる素材はもちろん、炭化温度や、焼成時間などの方法によっても生成する木炭の、成長は様々価格も異なる。例えば黒炭だけでも窯の作り、温度、 かましめまでの実感などで品質が大きく異なる。また単価不十分の場合、煙や水分が発生し爆飛べしやすい炭となる。また、木炭の製造時には、木作液、キタールが発生し、木作液を蒸留、生成すると、メタノールや酢酸、さらに、テレピン油やキクレオソードといった複製生物が得られる。木炭が酸素の少ない灰の中でも燃えるのは、 炭酸カリウムが含まれているからである。この炭酸カリウムは植物中のカリウムに由来するものである。水溶性なので木炭を長く流水に浸したものは炭酸カリウムが溶け出してしまい着火性が極端に悪くなる。日本ではなら、ブナ、カシ、クヌギなどの木材を炭化したものが主に使われてきたが、近年では竹を炭化した畜炭も注目されている。また、 輸入炭には、マングローブ炭なども存在する。小型炭は、比較的安価で、扱いやすく備長炭のような特性であるため、炭火焼きの飲食店で多用されているものの、一般への知名度が低く、形状の印象から練炭と誤解されている場合も、あるが、日本に、小型のような形状の練炭はない。小型炭を含めた、成形木炭は中国語では、寄生炭。 机生炭と呼ばれ、日本の提携会社や技術指導により、現地の大規模工場で製造されている。考古学研究の成果によって、日本列島においては新石器時代の頃から木炭が用いられていたと推定されている。古代においては木材を積み重ねて火をつけた後に土をかけて蒸し焼きにする副炭法で作られた柔らかい和炭、二個積み。 土や石で築いた炭釜で焼いたり、硬質の木材、くぬぎなら菓子を、複方で焼いた、粗炭、バタン、アラタンを二度焼きした、ソータン、入り炭の三つがあり、アタンは、製鉄、焼金用、アラタン、ソータンは暖房、水地用に用いられた。その他に、防腐、防湿や飲料水のろ過など、広範の用途に用いられていた。平安時代には、山林部を中心に、 炭焼きが広く行われて商品化された、本町無大事、おはら目も参照ほか、荘園などの年貢としても徴収された。宗丹は、平安時代に登場した比較的新しい炭で、火付けが悪いが長く燃焼するのが特徴であった。荒丹はもともと炭焼きの最後の段階で、釜口を大きく開けて、空気を入れ高温にしてから外に出し灰をかけて、 昭洋外消火法による白墨が主流であったが、長持ちはするものの硬質で、火付けが悪いものであった。室町時代後期から江戸時代にかけて、釜が冷えてから外に出す洋内消火法による軟質で、火付けが良い黒墨が生み出された。ただし、白炭、黒炭の区別が確立したのは近代以降であると言われている。日中戦争が拡大局面になると、 木炭の生産と流通が停滞し、市民生活に支障をきたすようになった。1939年からは、農林省、文部省、大日本青年団により、木炭増産報告運動が行われ、青年団や学生が生炭現場に赴く、勤労動員が行われるようになった。同年十二月十九日からは、木炭配給統制規則が制定され、木炭にも、工程価格が、 設定、やがて配給制の物品の一つとなった。木炭の流通統制は戦後1950年3月まで続いた。日本の木炭生産量は1950年に年間約200万トンを記録していたが、その後はエネルギー利用の変化により、1970年には約28万トン、1980年には約7万トンと急激に減少した。 当時の様子としては、炭焼きが終わる日が来るなんて考えられなかった。あっという間の出来事。どれだけ炭を焼いても追いつかなかった時代が、嘘のように思えた。といった証言が残されている。日本の木炭は、摂氏400度あたりの温度で炭化を進めた後、精錬工程として細かな、練らしが入るのが特徴である。白炭は空気を入れて、未体化成分を焼き飛ばすねらしを行い、 黒炭は密閉した、炉内で時間をかけて、単価を上げるねらしを行う。主に燃料として使われている。日本では、戦後、石油や都市ガスなどが普及するまでは、産業分野や、都心の一般家庭でも普通に用いられる燃料であった。一時期木炭自動車の燃料としても用いられた。また、たたら吹きなど、古来の製鉄は木炭によっていたが、 西洋式製鉄砲の流入によって一部を除き、石炭にとって変わられた。現在は日常の家庭用燃料としての用途よりも、キャンプやバーベキューなどのレジャー用、また焼き鳥や、かば焼き、焼肉などで、炭火焼きをこだわりとする飲食店など業務用と使用されることが差は。木炭を着火するのは、初心者には難しく、燃焼中の着火剤投入などで、 事故も起きているため、注意が必要である。いずれの場合でも、木炭で調理が行えるようになるのは着火50分から20分。場合によっては1時間ほど必要で、それを見越したスケジュールを組むのが望ましい。熱せられた木炭が、突然外れることを、爆飛べという。ひどい場合は、木炭の爆発的破砕と、パーン。 という鉄砲でも撃ったような大音量が周囲に響き渡るので注意が必要である。これは木炭の繊維質に閉じ込められた水分や気発分が熱で膨張あるいはガス化し、その圧縮された水蒸気や可燃性気発分の繊維質内での小爆発が発生原理である。備長炭の場合、硬質であるためむしろ危険で、金属音を伴って爆飛べし、 熱く熱せられた木炭片が雨などに飛び込むと重症となるためよう注意である。バクトベの主な原因としては、木炭が吸出した水分によるものが最も多く、木炭に乾燥剤を添え厚いビニール袋で外気が入らないよう密封し保存すると、ある程度はバクトベを防ぐことができる。店舗に長期間置かれた段ボールや紙袋入りの木炭はバクトベが起こりやすいと言える。 なるべくなら窯元からの直販で購入し、出荷後短期間のうちに使い切るのが好ましい。なお、小型炭や加工や死柄炭、ハイカロ炭のような成型木炭の場合は、原料の繊維質が細かく裁断されているため、バックトベはほとんど起こらない。貧長炭の場合、すでに起こっている燃焼中の木炭の近くに、長子チリンの場合は、円の上に、 便調炭を並べるなどしておいて15から20分ほど予熱した後着火させる方法が有効である。木炭は練炭とは異なり、硫黄や鉱物臭はしないものの、同様に地酸化炭素など有害な燃焼ガスを多量に発生するので、室内での七輪やいろりなど煙突を伴わない屋内燃焼器具の使用は特に換気に気をつけなければならない。 日常的に厨房で使用する場合は、ガスコンロと同様の位置に設置し、換気扇を稼働させた方が良い。炭火や木取り店の多くは、そのようになっている。燃焼中に着火剤を投入すると思わぬ火災となる危険性がある。また、バーベキューなど食品を直火で焼いて調理する場合に、安価で簡単に着火可能なワックス系を使用すると、その匂いが、 食品に着し味と香りを劣化させる可能性があり、紙を使用した場合はその燃えかすの紙片が食品に付着してしまう。特に燃焼時の安全性を考慮していないインクで印刷された紙を使用すると当然その影響を受けることになる。美術の世界において木炭は古くから世界中でデッサンや絵画の道具として使用されている。これに用いる木炭は 鉛筆のような細い枝を炭化したものであり、木炭で描かれたデッサンを鉛筆デッサンに対して、木炭デッサンという、木炭粉末と粘土を混合し芯にした鉛筆型のものを、チャコールペンシルといい、これも、木炭デッサンに用いる。一般的に、チャコールペンシルを縮めて、チャコペンと言われることが多くチャコール単体で呼ぶ場合は、青みのかかった黒の意もある。 花炭と呼ばれる花や好みをそのまま炭化し、形を楽しむインテリアが500年以上前から日本に存在する。また、木炭に苔などを合わせたものが近年、炭アートとして販売されている。漆器や金庫などでは、古くから研磨に使用される。天炭には、頬摘み、鶴賀炭、ロイロ炭などの種類がある。木炭は主に多孔質のものが多く、 この最高に微細なものを吸着することから脱臭剤やろ過剤として使われることもある。特に活性炭はそれらの能力に優れている。土壌改良や調湿にも利用される。木炭はマイナスイオンを放出し、プラスイオンを吸収するので健康に良いとの説に科学的な根拠は全くない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。